童話解放軍とてなしですね。今日は世の中ポルノが流行ってる。そういうこと、そういう話ですね。ポルノ。まあ、エロ本とかそういうもの。そういうものですけど、あの私そういうものじゃなくて、あの、キャリア、あ、そら、キャリアポルノという言葉。それから連想したポルノですね。それこのキャリアポルノって何なのか。もうちょっと噛み砕いて、自己啓発ポルノですね。あの、自己啓発。 自分の能力を高めようとする。そういう活動です。それと自己啓発ポルノ。何が違うのか。自己啓発は自分を本当に高める。でも自己啓発ポルノは、その本を読んでもう安心する。自分は何か啓発されたような感じに思える。そういうものを提供するコンテンツ、本。それが自己啓発ポルノ。私はそう考えますね。 自己啓発ポルノ。そう、世の中ポルノだらけなんですよね。あのー、なぜか。ま、あこれ当然ですよ。だって、みんなトップにはなれないわけですから。あの、トップを目指すための書籍、本物の自己啓発とか、本物の、あの、教育とか、そういうもの作ったって、一部の人が、 あの、一部の人が頂点に立てて、後の人は脱落していく。だから、あの、ほ、ほとんど脱落していく多くの人を、の快楽を植え付けるために、自己ゲ、キャリア、キャリアポルノとか、自己啓発ポルノがあるのかなと思いましたね。まあ、こっからあの、ゲームの話に、にちょっとなるんですけど、あの、ゲーム。 あの、課金問題って今流行ってるじゃないですか。あの、パズ、ん、あなんか <laughs>、言いかけそうになりましたけど、ああいうゲームにお金をつぎ、つまあ、言っちゃいましょう。パズドラ。パズドラにお金をつ、ぎ込む。別になんでもいいですよ。モンストとかはなんでもいいですけど、ああいうゲームにお金をつぎ込む。それが問題になってる。でも、ある一部の方面だと、それって、昔あの、スト2の対戦とかで、ストリートファイター2、 あの対戦ゲーム。あれの対戦でコイン積んで対戦しまくった。それと変わらないだろう。って思いますけど、私は、その両者、あの、大きな違いがあります。あのー、二つに課金してる人はゲームを楽しむためにお金を得した。でも、あの、今の携帯ゲームはゲームポルノを楽しむためにお金を突き込んでる。それなんですよ。 あの、ストツの方、ストリートファイター2の方、まあ古いかまあ,あ、愛格闘ゲームの方、戦っても自分のキャラクターは強くならないです。あの、100円つぎ込んでも1万円入れても自分のキャラクターは強くならない。ただ、ゲームやった回数が増えるだけです。でも、それやってると自分の腕、上がってきます。なんかそちらの課金というのは、 あのボーリングとかゴルフとかダーツとか他のスポーツ。それと同じで練習量なんですよね。純粋に練習。楽器の練習したみたいな。そっち。でも、最近の SNS の方の課金。課金すればするほど自分が強くなっていく。自分のキャラクターが強くなっていく。または自分の支援軍が強くなる。だから1万円、10万円つぎ込んだ人はゼロイ円の人に勝てる。でもこれ、自分の力じゃないんですよね。 あの、決して、この、一、十万円つぎ込んだプレイヤーが、まあ、そこ一万円ぐらいしかつぎ込んでない人に勝てるというのは、その、単にそのゲームの中の、そのパラメータをお金によって上げたというだけ。でも一方、また話、スト2の方に戻して、格闘ゲームの方、十万円ゲームセンターのゲーム機に入れたよっていう人と、あ、まだ一万円ぐらいしか入れてないよ。 戦って、十万、十万分の経験した人が勝った。これ、あのー、そのプレイヤーの100、100%プレイヤーの、このスキルです。ま、あ十万円だから何回だ十、一万回プレイか。いや、一万回プレイじゃない。百回プレイで一万、十万になるか。百回プレイ、そうですよね。あれ、百回プレイで、百、 せ、千回プレイか。千回プレイしたってことか。それによって腕を磨いてる。いや、それとは違うんですよ。だから、あのー、今求められてるのは、あのー、ストリートファイターみたいな、この練習、ストリートファイター2とかの、その練習ゲームじゃなくて、この、 課金すれば勝てるような、そういうゲーム。ということはやっぱポルノ、あの、ゲームポルノみたいな感じなんですよね。まあ、これどっちが正しいか間違ってるかっていうより、その、一つ出してる会社だって、あの別の方面だとそのポルノ系のことやっちゃってるんですよね。お金をつぎ込めばキャラが強くなるような、そういう、そういうゲームも出しちゃってる。そういうところもありますからね。だから、あの、 そのポルノというものを出して、一部の、あの、一部の人を、あの、ゲームできない人を助けてあげる。そ大,大多数の人がそうだから、そういう、そういうゲームが、あのつ流行るのかなって思いましたね。あのー、ストツみたいなゲーム。一部の上の人はもう、上の人には絶対勝てない。 ああ、つまんないなぁってことになっちゃうんですよね。だから、なんか、簡単なゲームで、それで強くなるには、自分の今手元にあるお金をつぎ込めば、自分がヒーローになれる。そこそこなところで頑張れる。そういうものが必要なのかな。そう感じましたね。まあ、あと、ああ、確かにあの、あの、音楽とかでも、なんか、 音楽教室とかそういうところ。あのー、まあ、ここ具体的な名前は言わないですけど、あの、音楽大学、音大とかの受験を目指すための、もう、ストイックに学習するところ。そういうところもあれば、あのー、演奏させた気になって、気に、演奏させた気にさせて、楽しませる。そういうところがある。まあ、これも同じなのかなって。すべての人が、 名プレイヤーになれるわけじゃない。だから、名プレイヤーになれないそのための何か方法、それを残しとく。それが、まあ、あの、そういう学校なのかなって、思いますね。そこに入って演奏、あの何、何か活動していれば、それなに大きなステージで活動できる。でもまあ、お金は入れますけどね。 な、それがあの、ゲーム課金。今風のゲーム課金と同じなのかなって思いましたね。そして最初に言った、キャリアポルノ。自己啓発ポルノ。本当に活躍できないけど、その啓発ポルノを読んで、そういう気分にさせる。まあ必要なのかな。そして昔からあったから、当然出てきて当然だったの、あ、必然的に出てきたのかな。 そしてゲーム業界は、そのポルノという儲け方に対して、今気づいた。ただ遅く気づいただけなのかなって、そう思いましたね。だら、まあ、ゲーム課金に関して、ゲームセンターで、あの、スト2とかにお金をガンガンにした人たちと、今、携帯ゲームに課金してる人は違う。一方はスキルを磨くためのじ、 か、スキルを磨く機会を得るためにお金を入れてた。一方はゲーム内のキャラクターを上げるために、レベルを上げるためにお金を入れてた。そういうことですね。だから、やっとゲームの方にもポルノ化の流れが来たのかな。そんな感じがします。ということで、撮って出し終わります。